はい、どうも、孫さんチャンネル、孫さんです。ということで、この前ですね、やっと休みと天候に恵まれまして、まあ、恵まれたって言ってもだいぶ曇りだったんですけど、やっとこのオルトレ XR3 でですね、ロングライドをしてきました。行った場所というのが、自宅から鎌倉、鎌倉から江ノ島、江ノ島から自宅という総走行距離110キロちょっと輪行なしで行ってきました。ただこれね、まあ、個人的に私のミスなんですけれども、ちょっとね、アクシデントがありまして、結構大変なロングライドになってしまったんですが、今回のロングライドに関しましては2つ目的がありました。1つは自分が楽しむこと。まあ、これは絶対なんですけれども、もう1つですね、以前の動画のコメントで、オルトレ XR3 に関してのちょっと性能面で見てみたいというようなコメントをいただいておりまして、内容が向かい風のエアロ性能はどんな感じですかというのと、30キロ、40キロへの加速具合はどんな感じか、30キロの巡航はどんな感じですか、あとロングライドの疲労具合についてちょっと動画で見れたら嬉しいなというようなコメントをいただいておりましたので、そこにも一応挑戦はしたんですが、ちょっとやりきれない感じにはなってしまってます。申し訳ございませんということで、まあ、走ってる動画にもパッて映ろうかなと思うんですけれども、改めて、ちょっとスペック面ですね、を軽くおさらいしていこうと思います。まず自転車はオルトレ XR3 ディスクですね。そして、フレームがカウンターベイル搭載のフルカーボンエアロロードバイクとなっております。コンポーネントはシマノ105で構成されておりまして、ペダルはシマノのアルテグラをつけております。シューズもシマノのものを使っております。そしてホイールなんですけれども、これがフルクラムレーシング618というものでして、まあ、フルクラムレーシング6と内容は全て同じです。ただビアンキ仕様になっていて、ちょっとカラーリングがね、ビアンキらしくなっているというものです。タイヤはビットリアのルビノプロですね。基本的には何も変わらない初期装備のままでやっております。そこに今マウントで、サイコンベル、そしてライト、あとまあ、ロングライドということもあるので、ツール缶に、パンク修理キットを入れて、サドルバッグの中にもちょっと物を入れております。なのでエアロ効果に関してはもしかしたら少し、まあ、劣ってしまうところはあるかもしれませんが、それはご了承の上で見ていただければと思います。そして乗り手のスペックですね。乗り手はソノさん、私でございます。身長171センチの体重60キロから62キロをうろうろします。で、ロードバイク的なトレーニング、例えば家で、ローラー台の上で足を鍛えたりとか、休日にサイクリングロードとかで足を鍛えるということは一切していません。今まで学生時代からずっと体を動かすような趣味はしてきたので、まあ、その何言うんでしょうね、培ってきた筋力のみで楽しんでいるので、ロードバイク専用でね、もっと筋肉をつけた方は結果は違うかとは思います。ということで、まあ、細かいところはちょっと動画の中で喋りながらお話をしていこうかなと思いますので、動画をどうぞ。はい、ということで、まあ、いきなり、海岸沿いの映像になってしまってるんですが、実はあの鎌倉に自宅からね向かうまでも、カメラは回していたんですよ。ただ都内から鎌倉への道のりっていうのが、まあ、ほとんど都会の道と何も変わらなくて、信号も多くてね、ストップアンドゴーばっかりだったので、映像的にちょっと面白みがなかったものになりました。なのでもう鎌倉から江ノ島に向かう、海岸沿いの映像のみで、構成しようかなと思っております。申し訳ございませんでもう本当にね、雨は降らなかったんですが、すごい曇り空でね、景色としてはいいものが撮れないんですけれども、まあ、ありがたいことに、風の効果っていうのがちょっと検証できるぐらい、向かい風、浜風というのが強かったので、ちょっとその内容などお話をさせていただければと思います。で、エアロ効果、向かい風に関してのエアロ効果なんですけれども、これはどうなんでしょう。私は結構びっくりしましたね。ずっとこう風が吹いている状態なんですよ。向かい風と横風が多かったですね。後ろからはあまり押してくれる風はなかったんですが、それでもやはり30キロぐらいは軽く出るので、まあ、私の場合はサドルバッグとかつけているので、エアロ効果というのが少し失われているとは思うんですよ。それでも
すごい加速しやすい風を、まあ感じないとまでは言わないんですが、何て言うんでしょう、この30キロぐらいで今巡航しているような映像だと思うんですが、そうなってくると目の前に空気の壁というものができると思うんですね。だいたい30キロ入るぐらいから、それをまあエアロ効果のあるロードバイクとかっていうのは基本的にはこう切り裂くようにとか言われることがあると思うんですが、私の乗ったこのビアンキオルトレ XR3 だと感覚的に言うとですよ、あの空気の壁をすり抜けていくような感じがしました。自分がちゃんとこう前傾姿勢を保ってね、自分の体自体もエアロ効果状態にしてあげると、なんかスルスルと抜けていくような感じで、あまり速度を出すのが苦にならない感じでしたね。なのでこの映像的に30キロ台で今ずっとね、なんとなく走ってると思うんですが、そこまで、大変ではなかったです。なんか巡航すごいとか巡航さすがっていう風にね、高速巡航がすごいという風に記事で、オルトレは書かれているんですが、本当にねすごいなと思いました。もう一旦30キロぐらいまで出しちゃったら惰性でそのまま30キロ台で走れるような雰囲気です。なので逆に言うと20から28キロぐらいまでの方が大変なようなイメージがありますね。ある程度速度が出ちゃった方がなぜかちょっと楽に感じるという不思議な感覚でした。で、このエアロ効果っていうのに関しましては、まあ、私はエアロロードバイク自体はねこれが初めてなので、もっといろんなものを体験していかないと多くは語れないなという気はしたんですけれども、驚くべきなところなのが、この海岸沿いに来るまでがですね、だいたい自宅からなので50キロオーバー走ってきてる状態なんですね。体の疲労具合だったり足の疲労っていうのが、なのにこんだけの速度で走り続けれるっていうのはやはり、カウンターベイルなどによっての疲れのね、この軽減によって足が残る、体力が残るというのが、まあ、証明されているのかなというふうに感じます。で、まあ、今のところ映像的には向かい風のエアロ効果良かったっていうのと、30キロの巡航は一旦30キロ出ちゃったら逆にやりやすいっていうのがなんとなく伝わっていればなとは思うんですけれども、そこから30キロや40キロへの加速具合のお話なんですが、ちょっとあの目の前に、ね、ダンディーなおじいさんが走っていたりとか、あとこれ土曜日だったので、交通量があまりに多くてちょっとね速度を出すのが難しかったんですよ。で最後の最後に、江ノ島大橋を渡る瞬間にちょっとだけね、速度を上げて40キロ台に到達するような映像が撮れているので、そこでちょっとご覧いただければと思うんですが、このままちょっとね映像が続くので、ちょっとしたアクシデントの話をかいつまんでお話をさせていただければと思います。このロングライド、ガーミンのナビゲーションで私は行ったんですけれども、なぜかガーミンがですねすごい路地裏であったりとか細い道をナビゲーションしてくるんですね。ロングライドをする上でもそうなんですけども、ロードバイクってやっぱり直線特化型なところがあるじゃないですか。だから、ちょっと遠回りでも90度に曲がるようなね、まっすぐ行って左にまたまっすぐ曲がるとかの方が結果早いんじゃないかなと思うんですけれども、なぜか路地裏をジグザグ行かせようとするので、まあ、腹が立ちまして、お前どういうつもりやねんと、でもいいわ一回そのお前のナビゲーション乗ってやろうやんけと思って、どう決着つけるのかなと思ったら、最終的にね私有地の中に入れさせようとしよったんですよ。でそれはない、さすがにそれはないわと思って、あの設定を見返したら、ガーミンってねいろんな優先度合いの設定ができるんですね。時間優先、距離優先とか、未舗装の道路は極力使わないとか、細い道は使わないとか、そういうのがあるんですけれども、なぜか私自分で設定をですね、主要幹線道路、まあ、国道とか広い道を極力使わないようにして、細い道を極力使うようにっていう設定にガーミンを指示してたみたいなんですよ。なのでガーミンが変なナビゲーションをしたのはガーミンが悪いんじゃなくて私が悪かったんですね。ごめんガーミン、ガーミンごめんってもうね路上で笑いましたよ。やっぱりねそういうナビゲーションのねルート作るっていうのは
寝る前のね眠気まなこでするんではなくて、ちゃんと覚醒してる時にやらないとダメだなというふうに思いました。なので行きはね結構余分なところを走ったような気がします。皆さんもね、ロングライドしよう、ナビゲーションのねルート作ろうっていう時は、まあ極力、覚醒してる時、目が覚めてる時にやっていただければなと思います。まあ普通の人はそんなミスしないでしょうけどということで、ここですね、ここから江ノ島大橋を渡っていく映像になります。江ノ島大橋ね、徒歩で渡ると結構距離あるなというふうに感じるんですが、さすがねやっぱ自転車ロードバイクで行くと一瞬で渡れてしまいますね。はい、ここから左に曲がって、ここから江ノ島大橋になります。で、ちょっと車の量も多かったんで大丈夫かなと思ったんですが、あまりねこっち側に車が来ないなっていうのが分かったので、ちょっと様子を今見てる状態ですね。はい、でこの辺りから調子に乗りますよ。はい、乗りました。はい、ここからねどんどんね速度をスーッて上がっていくんですけれども、正直、30キロに入るまでが一瞬ちょっとパワーがいるんですが、30キロ入ってからはスーッと伸び始めます。で、このまま行きたかったんですが、ちょっと車が気になりますね。車気になってきてる。もうそろそろ、あ、車気になったな、うん、行った、よし行こうっていうので、ここで40キロぐらいまでいたしました。はい、40キロまでは正直そこまでパワーいらなくても上がります。ぐーっと速度が伸びていくって感じですね。で今回はちょっとこの42キロぐらいが最高速度ってなってるんですが、行きの設定をいじる前のところで最高速度が51キロぐらい出たところがありました。なのでね、もっと私よりも足がある方、足の筋力がある方とかだったら、もっと青天井で速度上げれるのかなという気はします。まあ今回はねちょっと人が多い、車が多い状態だったので、私もやりきれないところはあったんですが、また機会があれば、音機速度を出せるような日、そういう時間帯、曜日を選んで挑戦してみたいと思います。はい、では江ノ島に到着して映像は終わりですという感じで、私もこのエアロロードバイクでですね、こういう長い距離を走ったのは初めてだったので、本当にね驚きの連続でしたね。こんなに速いんだとか、こんなにすごく楽なんだっていうのは思いました。で最後にロングライドの疲労具合についてのお話なんですけれども、これは本当に驚きましたね。いやまあカウンターベイル様々なところだと思うんですけれども、走り始めから50キロ60キロぐらいまではですね、本当にお尻手ですねの振動による疲労感というのが全然来ないんですよ。まあゼロというわけではないんですけれども、今まで乗っていた自転車などと比べると本当驚くほど疲れないので、これはね、最大のメリットでありながら、ちょっと怖いデメリットだなというところも感じました。デメリットっていうのが、疲れないから休憩を取りあぐねてしまうんですよね。まだいける、まだいけると思って気がついたら2時間走りっぱなしとか3時間走りっぱなしっていう風になってしまう可能性があるんですよ。そうなると、まあ、確かに振動による疲れはなくても汗とかかいてるし、疲労具合どんどん蓄積していってるはずなので、もう気づけば体力の底が尽きてしまってグロッキーになってしまうという可能性がちょっとあるんですね。なので、まあ、いいロードバイクだからこそ自分の体調面の自己管理っていうのは、しておいた方がいいなと思いました。まあ10キロ走ったら例えば5分10分休憩するとか、自分の中でルールを作っておくのは大事だなと思いましたね。で頭の方とか動画の中でも触れたと思うんですけれども、せっかくちょっとコメントでいただいていた性能どうですかというお答えがちょっとねやりきれない中途半端な感じになってしまったので、そこは本当に申し訳ないというのとご了承いただければというところでございます。また機会があればね、サイクリングロードとかちょっと私はあまり走らないんですけど、あえて走ってみて分かりやすい性能とかもお確かめれたらなというふうに思っておりますぐらいかな。以上ということで、またお会いしましょう。バイバイ。